さっき月森も言いましたけど、19年もやってればですね、変わるものもあるし、まあ、もちろん変わらないものもあるんだけど、変わっていかなきゃいけないものもやっぱりあって、でもね、やっぱりその今回の作品ライブで感じたのは、絶対に変えちゃいけないものは変えちゃいけないし、変化っていうものは成長だと、そういうふうに思いました。だから、次の曲のようなですね、どんな時でも、その時その場所に立って分かる言葉ばかりだけども、好きな色にですね塗り替えていけるような僕たちでいなきゃいけないなと、そんなふうに思いました。歩み寄ってくるんだから。